まちゃん本について好き勝手おしゃべりしちゃうチャンネルです。本日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。お前ら年末だ。イエーイ。ということは集英社から水晶玉子のオリエンタル先生術幸運を呼ぶ365日メッセージ付き開運歴2020です。2022です。ぶっちましゃん。3年目だようちら。好きだよ。来年の私たちがどうなってるのかっていうのを見ていけたらいいなと思っております。オリエンタル占星術とは27種類の本命意識があり、生年月日によってそれぞれ当てはめられますと。だからもう一生変わんないんだよね。そう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 。ブックマ私は萎縮です。よしね、2020にね来てる気がするけど。おお、たまこ的にはでもどうなの。たまこ頼むぜ。2022年開運3か条。1、交渉事は粘り強く腰を据えて。2、オンラインセミナーなどを利用して学ぼう。3番、自己流は捨て人のいいところを取り入れてだって。一旦抑えてじゃないよ。だって捨てで捨てやばくない？できる？星の子からの一言ってもあるから読むと、萎縮の開運パーツは足先、ストレスは歩くことで解消するのが20まで、疲れた時は足裏マッサージが効果大。いいと思うよ。でも扁平足だからな。大丈夫？新しい自分になるために手放すもの、獲得するものっていうのもある。強気で弱みを見せられない萎縮だけど、辛いと思うことでは意地を張らないだって。なるほど、辛いことを辛いって言っていいんだ。あと独断と偏見を手放してくださいって。待って、独断と偏見で生きてるような人じゃん。待って、アフィアン、ただのいい人になるの？一人で突っ走らず人に相談しよう。自分のものの見方考え方が偏っていないか検証。それやばくない？なんかさ、ダメだよアクニャン。なんか去年までのアクニャン全否定じゃない？分かった、これマスに行くってことだ。これがお茶の間に愛される好青年になるわ。もう毒づいちゃダメだよ。ブックマちゃんでもすごいいいことばっかり言って。そうだよ、もうワイシャツしか着ない。それが偏見ないよね。それをやめろっつって。確かに。ブックマ。私は25番の失縮、2020年の開運3か条いきます。時と場合によっては鈍感力も大事。これ以上にねえ、これ以上鈍感なっちゃった。2番目、時間を守る。期限や待ち合わせに遅れない。マジでそれだよ、ほんと。最近ちょっと多かったよね。最近じゃなくても私そういう人だと思ってるもんね。3番、遊びはあともう少しのところでやめる。おー、なんかいいじゃん。なんかそういう基本的にもうこういう感じよ多分。ちなみに新しい自分になるために手放すもの、先入観と思い込み OK。うわー、先入観と思い込みはねめちゃくちゃ多いです私は。それでしか生きてないから。独占欲、大事なものを守るのは良いけれど他の人を寄せつけずそれに執着するのは孤立につながる。強いの？独占強いね。3番目、ストレス食い、イライラや満たされない心を食べ物で紛らわしがち。まずは間食とながら飲食を禁止しましょう。前提としてさ、私生活荒れてる人のさ言葉じゃないですか。わしらと違うよ。なんかさ、私もわしは変えてこう変えてこうって感じだけど、メガネちゃんは私生活大丈夫そうみたいな。開運パーツは右足のもも。足の衰えが気力体力をダウンさせます。スクワットなので脚力&運気アップを。分かった、もう毎日こうする。あとバリ歩く。ブックマ。私は20番の「寄宿」です。開運3か条。まずは戦うべき相手やライバルを知る。めっちゃあかんだけど。すあまちゃんのライバルって何になるの？聞いたことない。芸人さんなの？新しいことを始めてるから、その新しいことの経験も全然ないの。ただやりたいって気持ちだけでやってるから、そこがどういう場所でどういう敵がいるのか全然まだ分かってないの。だからそういうことだよね。まず戦うべき相手は分かってないもん。2番、夢を実現したいなら具体的なプランを立てて。まさにやん。めっちゃまさにえ、怖っ。3番、土や自然に触れる機会を持とう。あら、なんか角度が違うのと、急にね。うわー、待って、次やばい。星の子からの一言やばいんだけど。ストレスが溜まってくると食生活に出るタイプ。食べる量や飲酒量が極端に増減した時は体からの SOS。 めっちゃそうなんだけど。この前さ、お蕎麦屋さん行った時も足を食べてたよ。何？蕎麦とカツ丼食ってた。お蕎麦屋さん行ったの？体重の増減がすごいのよ。5キロ太って5キロ痩せて5キロ太って5キロ痩せてって感じだから、うんうん、マジでもうこの通りですね。新しい自分になるために手放すもの。1つ目、過去のわだかまり。以前に何かあってもマイナス面ばかり見ずにプラス面も考えて適切な距離感が大事。ふんわりとした計画、お金や時間のことを考慮していない計画はただの妄想。何事も現実的に考えるべき時。3つ目、先送りや放置癖。ずっと頭回しにしてきたことと向き合うタイミング。解決できればきっと楽になる。すごいね。はい、ブックワン。相性を見るか。ああ、相性を見ようか。相性を見よう。点数は80点。おお、いいじゃん。共にパワフルで尊敬し合える。質縮の柔軟なところをお手本にすると20万。柔軟？柔軟っていうか、そうしないと死ぬよね。柔軟。点数が90点。気の強い者同士波長が合い、相手を意識することで意欲が高まります。だってなんか去年も言ってたよね。おおむねわしから2人に対しては OK なんですよ。逆がさ、なんかどうかっていうことなわけでさ。なるほどなるほど。点数は60点です。あら、なんかリアルだね。実力を認め合える関係。ただし萎縮の執念深さに引いてしまうことも。執念深さ、でも確かになんかたまに注意されるもん。それはなんか考えすぎやねん。だってそこまで人は思ってないからみたいな言われるもん。なんかそうキモい関西弁さ。え、それ考えすぎちゃうって言われるもん。似てる。似てねえよ。似て、お前にそう聞こえたんか。点数は65点です。ちょっと高いね。私5点分高い。大胆不敵な者同士、息が合う、主導権争いをしないようなテリトリーは分けて。ああ、分かる。主導権争いになっちゃったらダメだね。お互いにこう平等とす、平等とす。点数は88点です。お、じゃあ近い。寄宿のケアをしてくれる萎縮。2022年は同じ目標に向かって共に戦える。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。質縮、はいは80点。あ、高い。嬉しい。力のある2人はぶつかりながらも仲良くなれる。関わるとプラスになる。ブックマ。でもメガネちゃんがやっぱ一方的にちょっと引くっていう感じなのかな、今年はね。ちょっと引いてもらっていい？今これ2020年スタイル。こういう感じでこれでいいんだと思う。声でけえしね。で、すぐ主導権渡して。3回目でさ、一番仲良くなかった。いや、よかった。だんだん良くなってる。いいんじゃない、調子2022。で、これ来年とかでさ。そうだそうだ、ごめんごめん。あ、黙ってごめん。頑張りましょう、2022年ね。よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。私去年やばかった。タバコめっちゃ当たるよ。いや、あた、タバコマジ当たる。ギャルモみたい。卵強くないみたいな。マジパないから。卵うまう。卵バリうまう。